諫早湾干拓事業をめぐり、漁業者が国に即時開門を求めた第2次、第3次の裁判で、最高裁が漁業者の上告を退ける決定をし、開門を認めない判決が確定しました。諫早湾の漁業者26人は、2010年から2011年にかけて、潮受け堤防の締め切りによって漁業被害を受けたとして、国に即時開門を求める裁判を起こしました。一審の長崎地裁は開門を認めずに漁業者側の訴えを退け、二審の福岡高裁も支持しました。これを不服として漁業者側が上告していましたが、最高裁は24日付で退ける決定をしました。これで開門を認めない判決が確定しました。諫早湾干拓事業をめぐっては、これまでに開門と開門せずの相反する判決が出され、最高裁が去年、開門せずで統一する司法判断を示していました。